はい、どうもこんにちは。今回は殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、とりあえずなんかジェームズとアーサーが話し合って、まあいろいろあって、まあこのなグリーン・メイスンとおぼしき奴らの2階にアーサーが行って、アーサーが警察官向かったとこだな。あんままとめられないけど、話そうと思ったらめちゃくちゃ長くなっちゃうから、まあ、とりあえずこんぐらいで。クソ、騙しやがったな。お互い様だ。たまには罠にかかる側の気分を味わった方がいい。バカがよ、そう簡単に捕まってたまるか。お前ら決まれよ。無理があるだろう。いや、クソ強いのかもしんない。ニックたちも武器を構え、応戦の無視線を見せる。もともとアーサーを殺すから捕らえるために集まったのだ。ある程度の武装はしているのだろう。もうさ、これさ、アーサーがさ、その、包丁とかナイフ出してさ、殺せなくない？だって近くに警察がいるわけでしょ？ね。だが武装し、機嫌を吐く男たちと相対しても警官隊がひるむことはなかった。抵抗せずに逮捕されることをお勧めしますよ。あ、情状酌量の余地が生まれる可能性もありますし、何より痛い目を見ずに済みます。勝てんの？うるせえ、やっちまえ。あ、なあ、こりゃどう見ても大物って感じじゃねえ。見逃すつもりはねえがな。まあ大物ではないよな。確保。いや、まだ裏にいるかもしれない。でも、あ、シャーロットの号令のもと控えていた警官隊がニックたちへ向け飛びかかった。ボコボコじゃねえかお前。おい。警官隊強すぎるだろう。武装した男たちはおたけびを上げ、手にした武器を振ります。シュウィン、スコップ、瓦、小ぶりなナイフ。もっとまともなやつ持ってこいや。銃の一つや二つ持ってこいよ、頑張って。シュウィンって。しかし、いくら凶器を手に暴れようとも、訓練された警官隊の相手ではなかった。威勢は買うがな、素人が武器を振り回したくらい兵でもねえんだよ。じゃあもうほんと市民なんだな。ハリーは集団の奥に引っ込んでいたニックめがけて突進する。ニックは手に構えた木製のコンボで迎え撃とうとするも、打撃は警棒によって塞がれ、絡め取り弾き飛ばされたって。情報量すごいんだけど。今なら大サービスで、おとなしく捕まったってことにしてやってもいい。お、大サービスだ。武器を手放してひざまずけばな。悪くねえ取引だ。引かないね。無様にひざまずくのはお前の方だぜ。小物すぎるわ。ちょっとニックさん、小物すぎるよ。ニックは左手に隠し持っていた小さなナイフをハリーの腹部めがけて突き出した。しかしハリーは騙し討ちの動きを完全に読んでいた。ナイフを握り込んでいる拳を思い切り殴りつけられ、ニックは思わずナイフを取り落とす。ひるんだ隙をついてハリーが踏み込み、さらに刺激。腕を極めてひねり上げる。見えなんだよ、下手くそめ。悪いな、サービス期間は終了だ。ああ、終わった、サービスが。神妙にしろ、泥水野郎。ニックさん、話しやがれ。もう世界線が違いければ主人公だったのに、絶対。もう断る。散々人に無駄足踏ませやがって。今までの分きっちり絞ってやるから覚悟しろよ。頑張って集英社に売り込んできな、ちょっと。ワンチャンあるから、その顔してたら。このゲームじゃないよ、お前が来る場所は。あ、よう、お前は参加しないのか。まあいろいろ問題になるからね。シャーロットから釘を刺されてるからね。あくまでも僕は警察に情報を提供するだけで、実際に逮捕するのは警察の活動だからって。まあまあ確かに。それに手伝わなくても問題なさそうだ。殺すとまずいよな。あ、でも殺さないで捕まえるのもできるか、ジャックは。実際今回の放物にアーサーの立ち入る隙はなかった。警官たちは次々と犯罪組織の刺客たちを取り押さえていく。そうかい、犯罪組織は自分の手で取り押さえてやろうとか考えねえのか。前まではね。思わなくはないけど、今優先すべきは連中の尻尾をつかむことだ。うん、僕の恨みを晴らすことじゃない。よう言った。ほう、
お坊ちゃんが言うようになったな。一人前の紳士に近づいたんじゃねえか。よかったじゃん。殺人鬼から褒められても嬉しくもなんともない。あ、でもちょっとアーサーも笑顔出てるよ、ジャックと話してる時に。やがて戦いは収束へと向かい、集まった刺客たちは一人残らず警察官に捕獲されていた。死者はゼロ、警官隊の負傷者も少ない。アーサー、そしてロンドン市警の完全勝利だった。あ、まだいるか。まさか終わると思ってたのに。どうした？2、3発殴られたいのか。お前らはきっと後悔することになるぞ。まだいるくせえな。必ずな。第4章あるのかな。ちょっとそろそろ終わっても良くないかって個人的に思っちゃったんだけど。減らず口を。供述なら書でたっぷりと聞いてやる。さっさと歩け。歩けよ、早く。集まった警官たちの中からアーサーに近づく影が一人、トレンチコートを着込んだ男、エドガーだ。ご苦労だったな、アーサー。ありがとうございます。エドガー警部、来ていたんですね。部下だけに働かせて俺だけ高みの見物を決め込むわけにはいかないからな。まあでも未だに母ちゃんとかさ、エドガーとかの謎が分かってないからね。ジャックもそうだけど、まあ普通に第4章あるかな。ご立派な考えです。まあそうだよな。ところで一つ聞いてもいいですか？聞いてくれ。いいだろう、俺が答えられることならば。それせこいよな。俺も言おうかな、今度聞いていいですかって言われたら、ふん、いいだろう、俺が答えられることならばなって言ってやろう。そしたら答えられなければいいもんね、別に。ジェームズを僕の助手にするよう仕向けたのは、うん、わざとジェームズを人目につくように配置し、お、敵が動くのを待っていたんですよね。まさかそんな作詞だったりする？いつから気づいていた？最初からおかしいとは思ってました。単にジェームズを保護するだけなら、うん、人目のつかないところに隠した方がいい。わざわざ僕の助手につけたのはジェームズがあいつらに対する餌だったから。そうでしょ？お前も賢くなったな、ミア。言っただろう、守っているばかりでは違う。敵を倒すことはできない。全然眉間が緩んでないわ。分かっています。それに当時のジェームズは裏切り者の可能性もあった。うん、警察が動くという情報を流されるかもしれない。現にジェームズは脅される形とはいえ情報を敵方に流していた。アーサーたちの動きが敵に知れ渡っていた場合、この作戦自体が失敗に終わっていただろう。アーサー、騙す形になって悪かった。あれ、それにメアリーの仇であるジェームズをかくまうこと。あれ、お前がどんな気持ちであったかは。パパ、まさか。いえ、母さんの仇はジェームズでもない。彼に指示を出していたグリーンメイソンです。そのことはもう吹っ切りました。いや、まだ終わんないんじゃないの。感謝しますよ、エドガー警部。ありがとうございます。探偵である僕なんかをロンドンの悪をくじくことに貢献させてくれたんですから。そうか、また機会があればよろしく頼む。メアリー、ママ。お前さん、あいつをぶん殴るかと思ってたぜ。まさか。あれ、成長したな。見極めて受け入れてるつもりだ。殴ったりなんかするもんか。受け入れてるね。この間までだだこねてたやつが言う言葉かね。いつまでも過去のことを引きずるんじゃない。お前だって過去の人物なんだ。確かに。早いところ消えてくれてもいいんだぞ。そうだ、第4章であれかな、ジャックの謎も入んのかな。ジャックの謎とかで。怖い。お疲れ様です、アーサー、ご無事ですか？まあ、もしくはワンチャンここで終わるね。ワンチャンここで終わるかもしれない、第3章で。ああ、何もしてないからね。ああ、シャーロットやハリーさんがきちんとフォローしてくれたおかげだよ。フォローありがとうございます。危険人物たちの捕獲へのご協力感謝いたします。それからジェームズにも感謝の意を述べたいのですが、彼は今どこに？さすがにここに連れてくるわけにはいかなかったから事務所に待機させてるよ。あ、裏切りは露見してないから襲われてもいないはずだ。フラグか。フラグかな、これ。アーサーの予想は外れていた。アーサーは
なんていうのこれねえ、なんていうのこれ、獲物じゃないもんだって。おお、捕物を、おえ礼を述べたいというシャーロットを伴い探偵事務所へ戻った。ジェームズ、どこに行った？ジェームズ、あ、ほら、しかし彼らはそこでジェームズの姿を見つけることができなかった。ジェームズ、一体どこに？うん、まさか連中の仲間に襲われて。いや、開けるなて。いや違うな、事務所には争った跡がねえ。あ、こいつはおそらく逃げたか。あ、アーサー、これを。置き手紙、ニックたちを捕獲した大獲物の大物の翌日読ませろ。あ、かっこいい。やだやだ、ここがいい、いいじゃん。お前てか、こんな顔じゃなかっただろ、アーサー。アーサー顔変わってるよ。こんな顔じゃなかった、こんな凛々しくなかったよ。アーサーは探偵事務所に残されていた置き手紙に改めて目を通していた。アーサー・ヒューイットさん。この手紙を読んでいただけているということは、ジェームズ。無事に、ニックさんたちの捕獲が済んだのでしょう。今まで本当にお世話になりました。挨拶もなく、相談もなく。黙って姿を消すことをお許しください。何してんだろうね、逆に。でもこれ、僕を助けていただいて感謝しています。あなたの言葉がなければ、僕はまた罪を犯していた。それも取り返しのつかない罪を。ん？僕はこれ以上アーサーさんやシャーロットさんを裏切ることはできないと思い、助けを求めました。うん、だけど同じくニックさんたちにも恩義があります。彼らを裏切ることもやはりできません。そんな都合のいい話なんて受け入れられません。身勝手な理由ですが、僕はここから去ります。うん、僕が近くにいるといつかまたあなたを裏切ることになるかもしれない。ちょっと意味深すぎるな短い間でしたが、あなたの助手として働けて、生まれて初めて仕事を楽しいと思いました。本当に本当に感謝しています。アーサーさん、これからもお元気で。意味深だね。さようなら。おーの夜、ジェームズが姿を消してある。探偵事務所に残されていたのは、ジェームズが急いでしたためたと思わしき置き手紙だけだった。何度確認しても記述があるのはアーサーへの感謝のみで、行き先や今後の身の振り方などジェームズ自身の情報については全く記載がない。事務所には同じくシャーロットへの置き手紙もあったが、彼はあえて内容を尋ねていない。怪しいね。数週間後、経ったね。経ったわ。お前か。おはようございます、シャーロットです。いや、おはよう。いつもの通りアーサーが自分で入れた紅茶を飲んでいると、シャーロットが事務所を訪ねてきた。シャーロット、おはよう。今日はどんな用件だい？報告しなければならないことがあります。は？今朝テムズ川で一体の水死体が上がりました。ジェームズ、まだ詳細は判明していませんが、背格好等から遺体の身元はジェームズである可能性があります。ジェームズ、まあ、あの感じ、まあそうだよな。どっかで姿消して自分で命を絶つ可能性が高いよな、ああいう手紙の書き方だったら。そうか、だけど確定じゃないんだろう。確かに身代わりかもしんない。はい、まだ管轄は違いますが、状況について問い合わせてみるつもりです。まあ、でも現状もやっとしてるところがいっぱいあるからな、終わんないわな。遺体の損壊が激しく、完全な損壊が激しい、難しいかもしれないとのことでした。ああ、彼ではないことを祈ってはいますが。そうか、ありがとう。もし何か分かったらまた教えてほしい。はい、では失礼します。はい。損壊が激しい、来たね。アーサー、すれ違ってんじゃん。久しぶりの一人暮らしの調子はどうだい？もはやすれ違ってるよお前ら。静かで悪くないと言いたいところだけど、次の方どうぞだもんね。いつも騒がしい相手がいるからね。うん、変わりないよ。
誰？なんだよ、俺様のことか？冷たい野郎だぜ。俺だって好き好んでお前の話し相手になってやってるわけじゃねえってのによ。へっ。ところで、面白い話を耳にしたんだ。え？最近、優秀な探偵が現れたそうなんだよ。英国全土を股にかけて活躍し始めてるんだって。困っている人を聞きつけて駆けつけては格安で問題を解決するらしいよ。いや、これがジェームズじゃないの。商売がたきが増えて君の仕事がなくならなければいいね。いや、これがジェームズじゃない。それで噂だから僕は直接姿を見てないんだけど。あれ、噂の探偵はどっちだ。背格好があの助手君にそっくりなんだそうだ。確認が必要かな。あれか、ジェームズってそもそも二重人格とかじゃなくて二人いんのか、双子みたいな。ありがとう、ローリー。は？だけど確認する必要はないと思うんだ。なんでよくね、確認しても確認してもよくね。なんで気にならないのかい。なんかあるのか、これわかんねえわ。気になるといえばなるけど、いいんだ。は？確認するまでもなく、ジェームズはどこかで真っ当に世間に胸を張って精一杯生きているはずだからさ。は？どういうこと？あ、ジェームズのデータベース更新された。あ、この不穏な BGM はまさか。廊下を歩くエドガーの足取りは重い。末端とはいえグリーン・メイスンと直接関与のある人物たちを逮捕することができたのだ。俺はやっぱ末端じゃん。本来であればここからロンドンに救う病巣を摘出する段階に入っていけるのだが、エドガーはこれから部下たちを落胆させるであろう命令を伝える必要があった。何？シャーロットはいつも通り足を肩幅に広げ手を後ろに組んでいる。一方のハリーは腕を組み柱に背を預けていた。明らかに不機嫌そうな顔をしている。この類のことに特に鼻が利くのは相変わらずか。エドガーはそう考えながら本題へと入った。シャーロット、ハリー、捜査の手を止めて集まってくれて感謝する。今日は残念な知らせがある。なんすか？グリーン・メイソンに関する捜査は、あ、現時点をもって中止とする。あれ、パパ？あ、サブストーリーのことは終わったな、三章。そうだよね、さすがにね。さすがにね。まあそうだよね。これで終わんないよね。終わるかなと思っちゃった、俺、正直。このゲーム的に多分最終、あ、4章。最終章って書かない。4章。どんだけあんの？まさか、まさか5章まである。クラックダウン。あ、でもジャックが言ってるぞ。あ、すいません、結構長くなっちゃってるんですよね、ゲーム自体が。あ、いつものラジオだ。皆さん、おはようございます。はい。LBC ラジオ、朝のニュースをお伝えします。その他のさ、もう、めたいこと言うけどさ、他のゲームの動画がさ、せいぜい25パートぐらいで終わってんのよ。だこれ、35とか40いくな、これ多分。本日は、クレイグ・ワジャト氏が、新薬開発のための資金援助と、誰？研究協力についての会談を、ロンドン中央病院で行う予定です。クレイグ？会談に先駆けてクレイグ氏より市民の皆様へメッセージが届いております。うん。我々は医療の発展こそがロンドンにはびこる諸問題を解決するための切り札になると確信しています。あれ、同じ人じゃない？ラジオの人と同じ人じゃない？これ違う？声が似すぎじゃない？多発する事故や労働災害、食品への混ぜ物による健康被害、それらは全て医療制度の充実によって解決可能な問題です。あ、でもなんかやっぱさ、このゲームのそのなんていう中二病な感じからしてさ、これなんか多分第4章で終わると思えないんだけど、最終章ってしそうじゃない？普通にこれまだある、めっちゃある、まだ。まさか。はい、強固なセーフティーネットが必要です。はい、その基礎となりうる医療技術の発展を我々は切に願っております。まあ大事だよな。私は新薬開発や新しい医療技術の確立のため、様々な分野において支援の手を広げております。またうさんくさいな、市長といい。病の市長とか議員か。皆さんを救う。うん。そのために我々は活動しております。近いうちに
皆様へ良い知らせをお伝えできるでしょう。ほう。以上、クレイグ氏からの音声メッセージでした。やっぱ同じ人じゃない？ちょっとはっきり言ったらあれ、あっちじゃない、クレイグ氏じゃない。このラジオの音声がちょっとはっきはきはきはき喋ったらクレイグ氏にならない、これ。あ、ウォルターか。そうだ、ウォルターか。こんにちは。あれ、あれ娘？朝は天気検診で病院を訪れていた。いつもであればソフィーが受付で迎えてくれるんだが、今日は珍しく姿が見えなかった。いない、ソフィー今日は休みかな。いや、これ残念なお知らせがあるんじゃないの。しかしラジオがつけっぱなしになっており、カウンターの周囲には物が散らかっている。つい先ほどまで誰かがいたのは明らかだった。いや、あれは、受付の後ろには布をかぶったような妙な膨らみがあり、そこからリボンが飛び出しひょこひょこと動いているのが目に留まった。それはいつもソフィーがつけてるリボンだった。なるほど、かくれんぼか。なわけないだろう。あ、でもわかんない、アーサーが来たと思って隠れてるかもしれない。確かに。ほーん、まあ頑張れよ。あ、好き、その感じ好きだわ。あれ、おかしいな。あ、ちゃんと予定通りに来たはずなんだけど、ソフィーはどこかな。こう悲しいお知らせじゃなくてよかったわ。ウォルター先生がガチャって扉開けてさ、アーサー君、ソフィーはねって言うかと思ったけど、アーサーは飛び出たリボンには気づかないふりをしつつ、わざと大げさに声を上げた。その声を聞いたソフィーと思わしき膨らみが笑いをこらえているかのように震える。どうやら彼女はまんまとアーサーを騙していると思ってるらしい。そう捉えてアーサーは演技を続けた。困ったな、受付してもらえないと僕は検診を受けられないな。おーい、ソフィー。バーカ。アーサーは見当違いの方向へ探しに行く。途中、検察して診察室で待機しているウォルターの姿が半開きのドアの扉の隙間から見えた。ウォルターは動き回るアーサーを眺めて微笑んでいた。どうやら彼もソフィーがしている遊びについて承知しているようだった。微笑ましい。この空間微笑ましすぎるだろう。どうしよう、これは出直した方がいいかな。お、ソフィー見つけた。アーサーはさも今気がついたかのようにカウンターの向こうにいるはずのソフィーに声をかける。が、そこにソフィーはいなかった。何？あれ？カウンター裏にあったのは大きなぬいぐるみにかぶせられたシーツ、そしてシーツに縫い付けられたソフィーのリボンであった。賢っ、作詞がおるぞ。リボンから細い糸のようなものが伸びており、それを引っ張ることで動いているように見えるという仕組みだった。その糸はウォルターのいた診察室から伸びており、まさか、俺の予想が当たってる？まさか。ああ、生きてた。生きてた、生きてたわ。やった。引っかかった。賢っ。次の次まで見てんじゃん。やられたな。イエーイ、引っかかった。ジャック分かったのかな。腹が立つんだよ。ソフィーに便乗するかのようにからかいに来たジャックをアーサーは視線で牽制した。もちろんソフィーには気づかれないように。お前、相手が子供だからって油断してたな。子供ってのは意外と大人を見てるからな。賢いな。侮ってたら足をすくわれるぞ。シンプルに賢いわ。ねえアーサー、どうだった？あ、この仕掛け頑張って作ったの。大人げなく切れてやれ。そうだね、すごいよ、完全に騙された。ありがとう。それから騙してごめんなさい。いや、これ言えるのは強い子だわ。これ言えるのはいい子だよ。だいたい俺こんなことしたらごめんなさいとか言わねえもん。はっはっは、ちょっと悪いよ。いや、普通なら。アーサー君、ソフィーのいたずらに付き合ってくれてありがとう。こちらを見ていた時はバレたかとヒヤヒヤしてたよ。いえ、完全に騙されていました。さてソフィー、仕事に戻るとしようか。うん、まずは彼の受付をお願いできるかな。よし、お願いされました。はい、じゃあさ、まずは受付ね。はい、よろしく。月が変わったので健康保険証を持ってきました。あ、なんか話すかな、ジャックのこと。さて、見た限りでは相変わらずといったところかな。うん、何か
変わったことはあったかい？まあいろいろありましたね。変わったことというわけではありませんが、はい、気になったことはあります。なんすか？先生、教えてください。あ、つい僕に移植された心臓というのは、もともとは誰のものだったのでしょうか？聞くの遅え。第一章でさ、先生がさ、移植された心臓の人格が宿るかもしんないねみたいなこと先生言ってたのに、そこで聞かないなんて遅え。お前もう数ヶ月ぐらい経ってるよ。移植した心臓の持ち主は誰なのか、そう問われ、しばしウォルターは考え込んでいた。やがて申し訳なさそうに首を振る。決まりでね。臓器提供者の情報を移植者に明かすことはできないんだ。ああ、まあまあ確かに今回は特別だけどね。なんか、すごい純粋にピュアに聞いてね。なんか、嫌な人だったら嫌だもんね。教えてしまうことによる弊害が大きいんだ。うん、例えば、臓器提供者の家族や知り合いと面識を持ったら、確かにその人物と接すること自体が精神的負担になる者もいる。そうですか。すまないね。だが可能なことであれば協力は惜しまないよ。うん、遠慮なく言ってほしい。ありがとうございます。私の方でもジャック・ザ・リッパーについて調べてはみたんだが、当時の新聞を当たる程度のことしか思いつかなかったよ。うん、まあ探偵である君にわからないようなことがそう簡単に私が調べられるわけもないんだろうけどね。まあまあ確かに。いえ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、あ、僕は探偵なんだ。こいつのことを調べるなら僕がやらないと。聞こえてる聞こえてるから。俺のことをね。あ、果たしてお前に調べられるのかね。確かに。なんだと？いや、お前だけじゃねえ。そのじいさんもそうだ。表に出ている情報をいくら漁ったところで、俺がどういうやつかなんてわかりっこねえだろ。まあ世の中に出回らないからね、そういう本性みたいなとこは。前にも言ったろ、新聞なんか信用できねえって。そんなんじゃいつまでたっても真実にはたどり着けねえぞ。探偵、どうかしたかな？幻覚から何か言われたのかい？ちょ、先生やめてください。ちょっと恥ずかしいわ。あ、調べられるものなら調べてみろだそうです。あ、それ言うんだもう。ずいぶん挑戦的な幻覚のようだ。平気かい？というかもうそれ言ってしまったらそいつジャック・ザ・リッパーじゃん、やっぱり。ええ、もう慣れてきましたから。うー、言うじゃねえか。うん、まあせいぜい頑張ってくれよ。まあ難しいよね、尋問だけで手にね、尋問であっさり喋ってくれそうなやつじゃないからね、ジャックが。お、シャーロット、ハリー、ああ同じやつだ。手を止めて集まってくれて感謝する。今日は残念な知らせがある。まあてなわけで。まあ時間いい感じなんで、とりあえず今回は終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。